牧之原市の静波海岸。週末、あいにくの雨模様にもかかわらず、大勢のサーファーでにぎわっていました。静岡で一番いいビーチだと思います。静波は、人もみんな優しいんで、いろんなことをみんな教えてくれて、初心者の人もいろいろ詳しくできると思います。波が大きくないので、初心者 のスポンジのボードとかすごい乗りやすいと思います。ここサーフィンの町、牧之原市にある高校の一つが県立相良高校です。この高校に全国的にも珍しいサーフィンサークルが誕生しました。学校の部活動とは違う形で、地域にあるものにこういろいろチャレンジをすることで、自分のいろんな能力だとかそういうのを新たにこう見つけてほしいということと、地域にあるものの、魅力だとかそういうものに気づいてもらって、何らかの形で地域への貢献というものもできるのではないかなと思っています。高校からおよそ6キロ離れたここ静波サーフスタジアム。サーフィンは去年開催された東京オリンピックで正式種目となりました。このサーフスタジアムは日本初のサーフィン用の人工の波を作り出せるプールで、オリンピックの直前、日本代表も公開練習を行いました。このスタジアムに今月14日、相良高校の生徒たちが続々と集まってきました。サーフィンサークルへの入会を希望する生徒たちが初練習に臨みます。牧之原市といえば海なので、サーフィンをやってみたいなと思いました。ウェーブプールができて、相良高校に行ってできるチャンスがあるので、挑戦してみたいと思ったからです。参加したのは初心者から経験者まで13人。まずスタジアムのインストラクターからサーフィンの基本的なルールや安全対策などについて説明を受けた後、早速プールに入りました。楽しくいっぱい全部の波に乗れるように頑張ります。ワクワクしてます。今めっちゃワクワクしてます。人工の波を作り出すことができるここ静波サーフスタジアムで、今日から地元の高校生たちがサーフィンサークルの活動をスタートさせました。未来のオリンピック選手がここから誕生するかもしれません。一つ、パドリングに関しては波の遠くから波を取ってもらうんですよ、パドリングで。でも近くでこうコツコツやっちゃうと全然波取れないで進まないんで。サークル活動はスタジアムの全面的な支援を受けます。インストラクターの指導料や施設の利用料は無料です。私どもとしても会社設立 の目標の一つにですね、サーフィン人口 の裾野を広げるということと、それからお子様から少しずつサーフィンを楽しんでいただくということが一つの目的になっておりましたので、双方考え方はほぼ合致いたしましたので、お引き受けすることにさせていただきました。初心者は浅瀬で波に慣れた後ボードの上に立つことを目指します。経験者はボードの上手な動かし方などについて教わっていました。あっという間に1時間半の初練習が終わりました。初めてこういう波にそのサーフボードを使って乗ったんですけど、そう、自分ら思ってたよりも難しいんですけど、まだ練習が必要だと思うんですけど、乗れるように頑張りたいと思います。難しかったんですけど、やっぱちゃんと乗れたし、もうちょっと技できるようになりたいなと思いました。海とは違って一定の波がずっと来るところが何回も練習できて楽しかったです。将来の夢は父がやってるんですけど、一緒に大会に出ることです。週に1回程度練習を重ねる予定の高校生たち。サーフィンの街を担う新しいサーファーたちがこれからも次々と誕生していきそうです。